はい、おはようございます。三宅孝宏です。まあ、結構ね、冷え込んで、すごいもう秋、真っ盛りになってきてるんですけど、今日はね、ちょっと、まあ僕も普段からスーパーバーサタイルアングラーというのをまあ売りにしてる、まあ勝手に自分で言ってるだけなんですけど、まあそういう感じでやってるんですけど、まあ秋といえばね、いろんな状況に対応するっていうのは、すごい魚を釣る上で重要になってきます。なので、まあ今日はちょっと、勝手にね、企画的に、どれだけのルアー、どれだけの種類のルアーで魚を釣ることができるのかという、まあちょっとそういう面白いことをやってみようかなと思います。まあ当然、クランクも浅い深いあれば、スピナーベイトもあれば、ワームもいろんな形もあるし、リグもあるしと。まあそういうので、まあね、目標としては10種類ぐらいで釣れたら面白いかなと思うんですけど、まあちょっとそういうことをね、勝手にやってみようかなと思うので、まあこうね、優しい目で見守ってください。ちょっとそういうことを今日はやってみたいと思います。頑張ります。ちょっとまあね、いくら寒いとはいえ積極的にバスが餌を追う時期でもあるんで、ちょっとブリッツマックス DR かな。やば、もうこれ朝で疲れてまいそうっすなんか若干しんどくなってきてるぞこれでかっパニゴリアって聞きますね。イエーイた瞬間にこう出た。バレんなよ。よしよしよし。よいしょー。ブリブリー。最高や。イエーイ。ブリブリ。でかいですね。イエーイ。ちっちゃい方。
ノーマルブリッツ、ノーラトリ、ブリブリ。イエーイ。食わせの土定番ドライブクローラー 5.5 猫リグ。北西、今ですか？今は可動よりはちょっと真ん中より、はい、東より。当たった。話した。食った食った。早速です、食わせに特化してる。一撃やんけクローラー。ワームだったら入ってる。はい、イエーイ。食った。ディープホールもとかもね、あの壁のどこでもいいわけじゃなくて、やっぱり結構食いやすいポジションがあるんで、まあ、その時その時で変わりはしますけど、そういう確信があるとこを見つけてると、あの食わせやすいですよね。魚が止まりやすいとか、ベイトが寄りやすいとか、なんかそういう条件的なものがあると思う。よし、HP シャッドテール、これ土定番ヘビダン。壁のストーンってこうなってるんですけど、狙ってるところは、まあ、一番上が2メーターちょいなんですよね。で下が12メーターとかぐらいなんですけど、狙ってるところはだいたい魚探で見て濃いなと思うのが今4とかぐらい、4前後ぐらい。当たった。 HP。 よしよし、もうこれでかいんじゃん。まあまあ、ちょっと待って、食わせに特化した、バラしたくないよ。ちょっと待ってくださいよ。よしよしよし、さすが HP。よいしょー、はい、イエーイ。HP 釣れるね。超食わせ、食わせ特化型ベイトフィネス。これはね、タッガー 4g かなにドライブシュリンプですね。トレーラー食わせ。当たった。よっしゃ、かわいいかな。どうや、かわいいけど食った。イエーイ、タッガーでかく映ってますか。タッガーフィッシュ。ドライブシュリンプ。オーバーライド、これからね、もうメインになるルアーの一つ。これ明確すぎません？マジで当たんないっすもんね。ルアーローテーションで恐ろしいっすね、これ。ドライブカーリーキャロ、もう超キャロ向きのワーク。次はこれいきます。あ、当たった当たった。ギル、ギルかな。当たってました。離した。あ、当たった。え、ギルか、ギルやな。
当たってる当たってる、すごいねすぐバイト出てる警察送った、やばい、カーリーのキャロやばっ、おっエレキがやばい、おっよしイエーイちょっともう一回メタルっすね。ねえ、何にもないっすもんね。何にも、全く何もない。当たりっぽいのも何もない。これで釣ったら8種目。当たった。あ、抜けてるわ、残念いますね、残念、くそ食いますね、ちょっと期待で、お、当たった、今度は乗るよ、よし、耐え性すぎる、よし、うまいよ、でかいよ、イヒうわ、やっべ、めっちゃ低く動いてた、超低く、やばい、超低く、よし、慎重に行くよ、でかいですね、めちゃめちゃパワーあるこいつ、行けるかな、無理せんとこ、よし、でかいよ、無理せんとこ、よし、よっしゃー、ゴシュアップやえ、結構いい感じじゃないですか、これ上出来っすよね、ねえ、なんか釣れそうでしょ、よし、やったはい、ピッチャーマックス、おっしゃ、いいだよ
バレんだよ。はい、ピッチャー。おお、でっか。やばいやばいやばい。超低い。バスよな。よしよし、バスや。よしよしよし。無理せんと。めちゃくちゃパワーある。やばい。バレんだよ。超パワーあるこいつ。やば。よいしょ。よいしょ。でかい。いや、五周あるなこれも。イエーイ。はい、ピッチャーマックス。九種目目。10種目目、10種目目です。ブレードジグプラス SS ギル。ああ乗らんかった。くそくっそ、早かったんかな。当たりました。勝った。テキサスリーバー飛んでった。ワーム、ワーム飛んでった。すいません、そこにあります。足しかない。十種競技。はい、まあね、今日十種競技、十種類のルアーで、まあキングオブアスリートならぬね、まあスーパーバーサタイルプリを発揮して10種類のルアーで釣ったわけですけど、まあこの間のね、今、公開されているとか皆さん見ていただけたかどうかわかんないですけど、ドライブ SS ギルに絞って1日やりきった動画っていうのがあったと思うんですけど、まあでかいのに絞って、ルアー絞って、まあそういう釣り方っていうのも、まあ、琵琶湖の、まあ他のフィールドでもそうですけど、一つの楽しみ方でもあるんですけど、今回はね、こうやって、まあ、OSP ってすごい幅広いバリエーションのルアーがあって、いろんな、まあ、あのバス釣りってね、すごいいろんな楽しい釣り方っていうのができるんですよ。で、今回はあえてそこをお見せしようかなと。で、秋なんでやっぱりそういういろんなレンジ、いろんな場所にバスっていうのが散って、いろんな釣り方で楽しめるんですけど、まあ、それをまあ、あの見ていただきたくてですね、あえて、まあちょっと最初もぼうかなと思ったんですけど、10種類のルアーで、全部釣ると、リグで釣るというところをやったんですけど、まあそれを無事見事に達成することができました。で、まあね、バスフィッシングの楽しみっていうのは、まあ、OSP ルアーをね、バリエーションある OSP ルアーを使って、そのバスフィッシングの楽しみである、まあ、表層からボトムまで、巻きから内物まで、いろんな、まあ、ライトからヘビーまでっていう、いろんな釣り方っていうのが、まあ、バス釣りのすごいその楽しみの一つだと思うんで、まあ、当然1個のものに特化してでかいのを狙うっていうのも楽しみですし、こうやって、大小いろんなバスを釣っていく、いろんな釣り方をマスターしていくっていうことも、まあ、すごい楽しいんですよ。これがめちゃくちゃ楽しいです。で、それがね、まあ、例えば大きなルアー、ビッグベイトとか強い釣りが好きな人も、その精度っていうのをね、ライトな釣りっていうのを一生懸命練習することで、大きな釣りの精度っていうのもやっぱ強い釣りの精度が上がっていくんですよね。はい、で、逆に大きな、強い釣りをやることで、ライトな釣りにも活かせる部分っていうのもあるんで、まあ、両方やることでいろんなね、自分の好きな釣りの精度っていうのがどんどん上がっていくんで、まあ何かに一個のことを上手くなりたい、一個のことを集中してやりたいっていう部分にも、別の釣り方っていうのをマスターすることに生きてくる部分っていうのがあるんで、まあせっかくこういうね、秋っていういろんなところに魚がいる時期なんで、ぜひ今回こうやったみたいな十種競技的な、釣り方皆さんもやってもらってですね、まあ OSP せっかくこうやってバリエーションあるんで、いろんな釣り方やってもらって、
まあ、あの自分の技術っていうのを上げてもらったり、まあ、楽しみの幅を広げてもらえたらと思います。今回まあ十種競技で実調でいろんなね、まあ、OSP のルアーで、10種類のルアーで釣ったわけですけど、まあそのね詳細っていうのを、まあ、水中映像とタックルバランスとかも交えてですね、その説明を交えて、まあ、10種類のルアーの特徴と使い方とか、まあ実際にそうやって動きも見てもらえるんで、まあ、その水中の動き見ることで全然イメージが変わってくるんで、まあ、それぞれのルアーのメインで使ったリグの使い方とかシチュエーション別の説明とかタックルバランスとかっていうのを全部ちょっと細かく、まあ、簡単にですけど細かく一個ずつ、皆さんの参考になるように、まあもう撮ってあるんでそれをね、まあ、見るのと見ないのと多分全然今回の映像の生き方っていうのが変わってくると思うんで、まあ、絶対これを見た方がいいんで、まあぜひそっちも、見ていただいて、まあ、何回こういうのって見ても、ね、いいと思うんで、あの参考にしてもらって自分の釣りの、ね、スキルを上げるには絶対まあものすごく、参考になる、解説になってると思うんで、まあ、そっちも合わせて絶対見てください。